ライブなんかをしようかなと思いまして、さっきまでねファンクラブの配信をしてたんですけど、珍しくインスタライブでもしようかということで、ファンクラブの人たちもなんかインスタライブいいねみたいなテンションだったから2時までなんかやろうかなと思って始めました。どうもファンクラブに入ってない人たちも見てくれてるのかな。どうも、松井です。そう、今はファンクラブの外からもみんな見れてます。元気です。明けましておめでとうございます。髪の毛伸びた？そうね、だいぶ伸びたかも。髪の毛は暗くしました。はじめまして、どうも。いやでもね、なんか特に何を喋ろうみたいなこととかもなくて、さっきまではディズニーのね、いかにディズニープラスが素晴らしいかっていう話と、いかにハリー・ポッターの、U-NEXT で配信された20周年の特別番組が素晴らしかったかっていう話をずっとしてた。そんな感じでした。何か質問とかあったら答えるんですけど、すごく何かね、しゃべろうみたいな感じで始めたわけじゃないんです。もうインスタライブ全然やってないからさ、触るの怖いんだよね、めっちゃ。いつもやると同じこと言ってる気がする。こんにちは。シャンプーは今あれは何使ってるんだろう、コスメキッチンに売ってるジョバンニっていう、ジョバンニかなっていうところのなんか紫色のパッケージのシャンプーを使ってます。目の大きさ左右で多分違うんじゃないかな。左がずっと奥二重だったんですけど、アイプチしてたら二重になって、最近はすごいね安定してくれてるので、割と昔よりかは揃ってるけど、形が多分違うんじゃないかな、目の形。部屋はね今めっちゃ暑いの。猫たち今ここで寝てます。呪術廻戦はね、私漫画も読んでないし、アニメも見てないの。たまきくんはいるよ。たまに猫の曲結構ついてるか。最近見た映画でおすすめ、バンビがすごい面白かった。あのディズニー映画のバンビです。はい、アイプチで、折り式っていう被膜式のアイプチがあるんですよ。それだとなんかノリでくっつけるんじゃなくて、このまぶたのこういう部分に膜ができるんですよ。だからこう髪を折るみたいな感じで、何か支えをつけてこうノリでくっつけるとこうなっちゃうんだけど、被膜式のものだとここに棒を一本当てて、そこにこうまぶたの皮が重なるようになるから、多分癖がつきやすくて、私は折り式を使ったら割と二重が安定するようになりました。はい、 PS5 は買えました。PS5 持ってるの、当たったのすごくない？言ってなかったけど、ハロウィンぐらいに当たった。だから私の家には PS5 が開けます。でもプレステ4のゲームがやりたいから、プレステ4も取ってあります。しかもプレステ4はキングダムハーツモデルなんで、多分捨てない。絶対処分というか、人に渡したりとかもしない。かな。あとは大事な大事なデータも残ってるので。PS5 は今ここの部屋にないから見せられない。当たった時本当に信じられないかと思った。ゲーム動画はまたやりたいんですけど、ね、なかなかちょっとね今できないんですよ。今日のリップはね、なんかシャネルの、何だっけ、シャネルの新しいやつ、白のシャネルのルージュココボームの918っていう色です。すっごい可愛い。
ゃんに会う機会があって、イキリヌちゃんがプレゼントしてくれました。でも私もこの同じ色を、この918の色をイキリヌちゃんにプレゼントしようとしててなんかプレゼントかぶりしそうだったんですけど、私はあのヘアオイルと、あと何だったっけ、新しく出たリキッドのラメのアイシャドウをプレゼントして、なぜか2人でシャネルのコスメ交換会みたいになってましたです。リップはね、いっぱい増えるよね、不思議だよね。そうね、ファンクラブの配信よりこっちの方がね、タイムラグが全然ない気がする。後ろに飾って